アメリカの製薬会社モデルナ社が開発した新型コロナウイルスのワクチンの承認申請を受け田村厚労大臣は最優先で審査すると話しました日本国民全員にというような形で我々目指しておりますのでそういう意味からすると必要なワクチンということでございますのでそういう意味で特例承認という形を目指して審査をしていくとモデルナ社のワクチンについて 国内での流通を担う武田薬品工業から5日に厚生労働省に承認を求める申請が出されました。厚労省はモデルナ社などと今年の前半から2500万人分のワクチンの供給を受ける契約を結んでいます。モデルナ社のワクチンは4週間の間隔で2回打つ筋肉注射で、保管温度はマイナス20度前後のため、 通常の医療用用冷蔵庫を利でできるとということです武田薬品が行っている200人を対象にした国内治験のデータはまとまり次第5月にも提出される予定で田村大臣はうまく審査が進めば最短で5月中の承認もあるかもしれないとしています新型コロナワクチンの承認申請はこれで3社目となりました